私は小学校の教師なんですが、生徒から。先生、流れ星に願い事を言うと叶うって本当？と聞かれました。そこで私が、本当だよ。と答えると、その生徒は、ありがとう！と言って帰っていきました。その次の日、またあの生徒が私のところに来ました。なんだか怒っているようなので、どうしたの？と聞くと、嘘つき。と言って走り去ってしまいました。いきなり失礼な子だなぁと思いましたが、嘘つきという言葉の意味が気になり、ぼーっとしていたのか、私は学校の階段でこけてしまい、全治一週間の怪我をしてしまいました。幸い怪我をして二日後、私は松葉杖をつきながら学校に行けました。するとあの生徒がまたまた私のところに来ました。そして生徒は気まずそうに、この前はごめんなさい。と謝った後、私を見て、ちょっと願いが叶ったよ。と、はにかんだ笑顔で言ってきました。なんだか、私も嬉しくなりました。俺はアパート暮らしで、隣の角部屋には同級生の女友達が住んでいる。そいつが今日突然。なんか視線を感じる。気味が悪い。とかなんとか言って、俺の部屋に泊まりたいとか言ってきた。俺は仕方なく彼女を部屋に入れてやった。はぁ、マジかよ。もう二十歳だぜ。幽霊だったら怖いじゃん。突っぱねるようなことを言いつつも、やっぱり可愛いやつだなぁと思う。片付けるからちょっと待って。そう言って待たせている間に洗濯物を片付け、壁にポスターを貼った。お待たせ、どうぞ。いかがでしたでしょうか？意味がわかると怖い話。もしよく意味がわからなかった方は、もう一度最初から聞き直してみてくださいね。それではまた、新たな意味がわかると怖い話が生まれるその日まで。さようなら。